6月14日日曜日、枝野ボイス。国会を止めるな、ガネットではない。内容はこちら。6月14日日曜日の枝野ボイスにネットがざわついているようです。では、枝野ボイスを見てみましょう。枝野幸男、立憲民主党。6月14日日曜日、枝野ボイスです。通常国会は水曜日17日で閉会の予定です。感染症危機の中で国会を閉じていいはずがありません。国会を止めるな。私たちは国会の中で訴えます。ぜひ力を貸してください。枝野さん、正気で言ってるのですか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いつもあんたたちがサボってるんだろ。サボってた人たちが言っても説得力ないです。国会開けて憲法改正の集中審議やりますかい？枝野さん、多くの国民はすでに見抜いていますよ。次はこちら。言っていること、国会止めるな。やっていること、国会審議拒否。ダブルスタンダード。まさにダブスタですよ。次はこちら。憲法審査会を止めるな。審議拒否したり、すぐに退席したり、どの口が言っているんでしょうか？あなたたちに力を貸してくれる人の数は選挙で示されたでしょう。もう多くの日本国民は我慢の限界を迎えています。最後はこちら。パフォーマンスはいいので、しっかり日本国のために尽くしてください。国会延長1日あたり、おいくらかかりますかい？身のあるお話であればいいのですが。国会を延長したとしても、憲法審査会は拒否するし、身のある議論は期待できません。国会運営費、1日税金3億円を使って、わざわざ延長させる価値はないと思います。立憲民主党は日本国民のために政治をしているのですよね。そうであるのなら、国会を止めるななどのパフォーマンスや審議拒否などではなく、真に日本国のためになる政治をしてください。お願いします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。